この度5月6日に起きましたルールを逸脱するというような表現ではとても収めきれない悪辣卑劣なプレーによりまして、関西学院大学の学生選手に大きな怪我をさせてしまいましたこと、主催をしました関東学連といたしまして、また関東学連に所属する日本大学というものを持っている連盟として、まずお詫びさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。はじめにですね、処罰についてですね、ご説明を差し上げます。処罰の決定につきましてはですね、本日の先ほど行われました理事会の中でですね、承認を得ることができましたので、これを連盟の決定事項といたします。当該選手につきましてはですね、公式試合の出場資格停止、これは2018年度シーズン終了までということでございまして、本年度3月31日までの期限といたします。こちらにつきましては正し書きがつきます。今シーズンの終了まで試合出場、公式試合の出場停止なんでございますが、ただし1、本件につき反省文にまとめて当連盟に提出し、2、規律委員会との面談で再発の危険が払拭されないことが確認でき、かつ3、今申し上げました1、2を踏まえて当連盟理事会で承認されることを前提に、条件に出場資格停止は解除されるというものでございます。2つ目、日大の監督コーチでございます。内田前監督につきましては除名ということになります。それから井上前コーチにつきましては同じく除名です。そして、森コーチにつきましては資格剥奪登録の抹消ということでさせていただきます。それから、チーム日大フェニックスチームとしてということでございますが、公式試合の出場資格停止、2018年度シーズン終了までということで3月31日までということにさせていただきます。こちらにつきましても正し書きがつきます。ただし1、チームとして本件の原因究明を行い、それを踏まえて実効性のある再発防止策を策定実行し、また抜本的なチーム改革組織改革を断行して、2、その内容原因究明再発防止策およびチーム改革それぞれ概要をチーム改善報告書として当連盟理事会に提出すること、その上で3、十分な改善がなされたことが検証委員会、これは人選および設置の決定は今後理事会で決定していきますが、これによって確認され、それを受けて当連盟理事会で承認されることを条件に出場停止は解除されるというものです。調査により規律委員会が認定した事実をご報告差し上げます。内田氏は2003年から2015年まで日大フェニックスの監督を務め、一度退きましたが2016年シーズンの成績が日大にとって不本意であったため、これは関東一部リーグトップ8の4位という成績でしたが、テコ入れのために2017年に再登板することになりました。ここでチームの雰囲気がガラリと変わりました。内田監督の指導はとても厳しく、2016年に比べて練習時間は長くなり、走る量は格段に増えました。コーチたちの厳しさや態度も変わりました。コーチたちは皆内田監督を恐れ、自分の指導者信念を曲げてでも監督に盲従しました。白いものは内田さんが黒といえば黒なんだと公言するコーチもいました。フェニックス監督であるばかりか、学校法人日本大学の常務理事、人事担当でもある内田氏の言うことは絶対であり、誰も何も言えない状況でありました。内田監督の気に障ることがあると、コーチでも選手でもある日突然辞めさせられてしまうことがあるからです。このようにコーチですら何も言えないのであるから、選手が内田監督に物申すとか指導に従わないというのはありえないことでありました。どんな理不尽であってもはいと返事して実行するのが内田フェニックスの当然の掟でありました。
内田監督は有望な選手を精神的に追い込んで、さらに頑張らせ、もう一歩上のレベルまで向上させるという指導スタイルを好みました。見込んだ選手、活躍しそうな選手を捉えて、全員の前で名指しで酷評し、結果を出さなければ干すぞ、すなわちレギュラーから外して試合に出さないという意味と圧力をかけ、ひたすら厳しい練習を課し、時に理不尽ともいえる要求をして精神的にも圧力をかける。これが対象者を変えて何度も繰り返されていました。選手たちの間では運悪くこの対象者になってしまうことをハマると呼んでいました。日大側の主張とその審議についての検討でございますが、クォーターバックを潰せに込められた意図です。ここに意識の乖離があったのかということです。当該選手はこれを感覚のクォーターバックを怪我させてしまいという指示だと受け取った。他方井上コーチは規律委員会のヒアリングでも記者会見でもそういう気持ちでプレーしてほしい、思い切りプレーしてほしい、そんな気持ちを込めてクォーターバックを潰せと言ったのであり、クォーターバックを怪我させてこいとは指示していないと供述しております。確かに気性が激しくない選手に対してはクォーターバックを潰すくらい思い切りとか、クォーターバックを壊してしまうくらいの激しさでというような指示はありえます。しかしながら、思い切りプレーする、激しく行うというのはコンタクトスポーツであれば当然であって、それを3年生のレギュラー格の選手、しかも全日本に選抜されている当該選手にわざわざ指示したというのは不自然であります。また思い切り当たるのが当然のアメリカンフットボールにおいて、他校の友達だからといってタックルやブロックを手加減したりはしません。これは他の競技でも同じであると思います。ルールおよびスポーツマンシップの範囲内での全力プレーの中でこそ、ライバル校同士相互の尊敬と友情が生まれるのであります。そうだとすれば、思い切りいけ、激しくぶつかれという当然のことを指示するだけなら、相手クォーターバックと友達かなどと尋ねる必要はありません。友達を相手にさすがにここまではできないということをさせようとしたからこそ、井上コーチはそう尋ねてしまったと考えるのが自然であります。このように考えていきますと、クォーターバックを潰せという指示には思い切りプレーする、激しく当たるという当然のこと、確かにそういう意図もあったかもしれませんが、のみならず、友達にはとてもできないようなことをしてこい、つまり文字通り潰してこい、怪我をさせてしまえという意図が込められていた。すなわち井上コーチの指示はそのようなニュアンスだったのであり、当該選手もそのニュアンス通りに指示を理解した。日大側が主張する認識の乖離などそこには存在しないということになります。規律委員会はこのように断定します。当該選手は井上コーチから QB を潰せという指示を聞いたとき、監督がそう言ってるんだと聞いたと供述しています。また試合当日、内田監督に直々にクォーターバックを潰すんで出してくださいと言いに行き、その結果試合に出られたと供述しています。他方、内田監督は規律委員会のヒアリングでも記者会見でも一貫して私からの指示は一切ないと強弁し、井上コーチも記者会見で監督からクォーターバックに怪我させてこいという指示は出なかったと供述しています。思うに、この点については内田監督及び井上コーチの供述は内田監督を守ろうとしての事実をねじ曲げていることが明らかであり、全く信頼性に乏しい。この春のシーズン、当該選手がハマっていたことは本人の供述を裏付ける複数の関係者ヒアリングから判明しています。そして直接内田監督から外すとプレッシャーをかけられていた同選手が急遽試合に出れる出場することになったというのに、試合前に監督と同選手が何も会話をしてないというのは不自然極まりありません。これに対して試合直前の今、監督に言ってこい、 QB を潰すんで出してください、やらなきゃ意味ないよ、分かった、お前試合出ろよ、リードなしで突っ込みますよ、それでいけ、思いっきり言ってこい、そしてスタートメンバーになれたという一連の会話と出来事について、当該選手の供述は極めて具体的かつ迫真性があり、なぜメンバー表に載っていなかった当該選手が試合に出れるようになったのかの合理的な説明にもなっております。どちらを信用するべきか、火を見るより明らかであると思います。本件に関する内田氏の発言は、自身の関与に関連するものについてはおおよそ全てに信用性がないと規律委員会は判断します。またこれは宮川選手による説明と不一致ではないが、最初の反則行為の後、なぜすぐに日大監督コーチは宮川選手をサイドラインに下げなかったのかも疑問点であり、日大側の主張の審議を検討するにあたり重要なポイントであります。この点につきまして、内田監督は規律委員会のヒアリングでも記者会見でもボールを見てしまって宮川選手のことは見ていなかったと供述しています。
規律委員会に対してはちょうどあのプレーの時にインカム、つまりヘッドホンですね、ヘッドホンを落としてしまって2回目の反則も含めて見ないしコーチらが当該選手の反則について指摘していた声も聞くことができなかったとまで付け加えました。ところが内田監督がパスの行方を追うことなく視線を当該選手の方に向けてその動きを追っていたことは映像でも確認できます。また映像では内田監督が落としたインカムを拾うような動作は認められておりません。これらの事実から、規律委員会は当該選手の最初の反則行為を見ていなかったとする内田氏の供述は虚偽であると判断します。ではなぜ内田監督はあるいは他のディフェンスコーチたちは最初の反則行為の後当該選手をサイドラインに下げなかったのか、それは内田監督がそれでいいんだ、反則だっていいからもっとやってみなと容認していたからに他ならないというものでございます。大変長くなりましたけれども我々が調査した内容については、以上となります。プレー自体につきましてはですね、俺はもう、特にフットボールを経験した者にとってみればですね、あれはフットボールではありません。フットボールのタックルではありません。これは多分フットボールを経験した者なら誰もがそう認めると私は信じております。今回一番そうですね、あの監督にその処罰を課したことについてはやはり絶対的なあの力がある、それは別に悪いことじゃないんです。それをお母さんに、ある一人の選手がそういう行為に至ってしまった、そして結果的にその感覚の選手が傷ついてしまった、怪我をしてしまった、その背景にやはりその行き過ぎた指導、それをおもんばかったコーチ、そして何も言えなかったチームと、そういうような背景がある中で内田監督のですね責任は非常に教育者としてもですね非常に重要じゃないかということで今回の処罰を下したということになります。この度の日本大学のひどいパーソナルファウルについての記者会見、これにて終了とさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。